出てくる時間はまだまだ短い間ですけれども、今後どん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 と活動の範囲を広げて園内のあちらこちらで運動をさせていく予定にもしております。さあ、そしてホッキョクグマですけれども、皆様この白い毛よくご存知だと思いますけれども、この白い毛からホッキョクグマ、白クマ、白クマという愛称で親しまれているのではないでしょうか。さあ、しかしこの白クマと呼ばれるゆえんのこの白い毛ですけれども、実はよく見ますと白い毛ではないのをご存知でしょうか。白っぽくは見えるんです。